ビバリーのポンコツラディオエピソード 6C 8月24日のポッドキャストですまずはマウンテンドクターですねはいやっぱりエモリ先生が病気でしたそうだねう,うんはいなんか心臓かもしれないけど、うん、抑えてたってねそうちょっと私もうすでに忘れちゃってたけど <laughs> はい でもなんか江守先生はいい人になったりなんかちょっとえ、うん、ってなったり繰り返してるよねでも MMT のメンバーになりましたね最後ね戻りましたまあそうなるよねで典子先生とお母さんの喧嘩本当にやばかったですよねあのお母さんねやっぱりお母さんじゃないです、ね、そうそうそう違和感があったのはやっぱそうだったんだなと思って、はい、医者になるために子供になって っていうか、うん、はいうんそう、ね、そうよねそうなんかずっとプレッシャーを抱えて一緒になったけど、うんうん、でもマスレイカになりたいことを認めてあげてほしいですね、うん、ねそうえ結局仲良くなってないよねなってないです逃げてでに逃げてっていうか家を出て,ってそうい家で、うん、でも逃げて逃げるつもりだったけど、うん、バレて で,でその友達が助けてくれてもうあの山まであの行っ,ねそうそうってねはいそれは良かったですねでもそれであの,あの時何,何の事件だったんだっけあのフォトグラファーうファミリーもいるけどそのファミリーの時間よりなんかフォトグラファーのうん,うん、うん あの時間の方が選んで、たくさん写真を撮ってでも事故になって。そう,そうか、そうか。そう。でも、典子先生がいたから。よかったんだよね。<う>助かったんだよね。はい、そ,うその。麻酔科医の。インスピレーションもすごかったですね。典、うん、子先生の。バックストーリーがあって。本当になんか。なんで。まま、麻酔科医になりたかったか。っていうと。その。とても素敵な。 うん、医者がいるから、うんうん、そう本当にそのストーリーもすごい素敵なストーリーですよね。うん、今回の話もね、良<う>かったよね。本当に良かったです。榎森先生どうなっちゃうんだろうね。そうですよね。それは次のエピソードですね。だってそれはなんか最後にちょっとだけ、あの次のエピソードがちょい入れて、榎森、うん、先生がちょっとなんか美容っぽい。えそれ誰かの前でうってなったんだっけ？ もう一人,人で、でああじゃあ誰もまだ気づいてないんだね。そう。ちょっと危ないよね。ちょっと危ないですよね。なんかし、まあ手術は一人でしないだろうけど、なんかあった時にね。そう。例えば MMT はもう山にいる時に。そう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 ,そう。またなんか事故がなんか増えてきて、それも危ないですよね。危ないよね。そう,そういうふうになった時に、もしその発作っていうのをうっとかなったらね。はい。でもそれは次のエピソードに。 そうだね。そうあの知るので、うん。そうそれも楽しみにしていますね。はい。はい。それでは今週も Let's start。<music> 最近 SNS でバズってるものは知っていますか。バズってるものいろいろ音楽とか、ね、たくさんあるよね。ジャンルがあるけど、<laughs> そう。ジャンルはなんですか。そうこれは食べ物なんですけど、うん、私やっぱり食べ物が好きだから、うん、でもあの最近世界で。うん ピスタチオチョコレートバーですね。これはドバイのチョコレートでクリスピーなピスタチオ、うん、カファイティが詰まったミルクチョコレートバーです。うん、そうほんのり塩味のある甘さでとても美味しそうです。うんうん、カファイティは中東料理で人気なデザートです。なんか さっき写真見てたけど、はい、あの、可愛い,いよね。可愛い,い、あの、デザインもあるし。で、なぜ有名になったかというと、うん、割ったら、あの、そのピスタチオはグリーンですよね。そのグリーンの見た目、がとても、なんか美味しそう。で、あれは美味しそうだった。そう、で、あの、カフェイティは、ちょっとクリスピーだから、うん、食べたら、なんかそのチョコレート。 のあの柔らかい、うん、滑らかな感じと,感じとそのクリスピーなテクスチャーはほんとうに、うん、ね。うん、であのそんなに甘くないってあのたくさんのレビューした,した人言ってたから、うんえー、すっごい甘そうに見えるけど全然甘くない。カファイティって多分日本の人は馴染みがないっていうかそう想像がつかないと思うから調べた方が早いかなって思うけど。 ちょっとあのそうめんのみたいなそう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 なんだけど普通のあの多分小麦粉から、うん、できてるものそうもともとはクリスピーじゃないです そう柔らかいけどあそうあのただ調べた私も食べたかったからけど <laughs> なんか見た目的には日本の,そのチョコレートバーみたいなのにも同じような感じのデザインが描かれてて、はいはい、可愛くてみたいなのあるけどその割ったら中が、はい、なんかね TikTok とかで見ると映像が出てくるけど、はい、ビヨーンってなるよね。そう はいサクサクなのかなこれが,がサクサク<う><ー>サクサクで、うん、私もカファイティのことは全然わからなかったけどフィリピンもないしうん、うん、でもあの多分世界もあのそのカファイティとか全然知らなかったけど、うん、これが有名になってうん、うん、みんながあカファイティはこういうものかって日本に売ってんのかなカファイティってカファイティとかカナフィとかもあるしなんかあのカインドフ 多分カフフフティィィの種類はも分かんないそうでもそのカファイティは、うん、多分あのアマゾンであのあ売ってるかそう売ってるけどなんかこのピスタチオチョコレートバーはドバイしかないですよ<あ>ドバイしかないから、えー、デリバリーも結構高くて、うん、そうだから食べることができないので家でみんな作ってる、うんす作るんだそう そのピスタチオのジャム、うん、ピーナットバトリ的,、うん、的なものがあって、うん、でなんだっけタヒニ。タヒニはセサミシードの,、うん、あのピーナットバトリ的なものですそれを混ぜてそのカファイティと一緒に混ぜたら、うん、このピスタチオチョコレートになります。えーそう あんまデザートが好きな人はすごい興味がありそうなそう美味しそうだったよね美味しそうです見た目的にねそう私も作ろうと思ってるけどちょっとなんか難しそう <laughs> その材料を揃えるのも大変そうだよね、うん、ミルクチョコレートはすぐ手に入るけどね、うん、そうそのピスタチオのバターも、うん、結構今人気になって、うん、多分なんかあのもっと高くなります 値段たくさんの人がゲットしたいからそうでそのカファイティもだから有名になってもっと高くなってもっと食べることができないできなさそうになりますドバイとか行ってみたいなそのためにそのためにねそのために行きたいですねでもう一つはキュウリですは普通にどこでも ありますよね、うん、どこでもあるけど最近きゅうりのビデオもバズってて、うん、まあ普通のきゅうりサラダなんだけどいろいろなソースと混ぜてることで人気バズりましたなんかでもこれ普通になんか日本でも食べたことが <laughs> あるなって思ったけど<う>多分この人のあれだよね TikTok だからこの人のなんかやり方が、うん。 なんかバズったんだろうなっていう。なんか変なやり方もあるし。なんかしかもあんまり、そう。こんなこと言っていいのかわかんないけど、めちゃくちゃ美味しそうには見えないんだけど、でもなんかこう、きゅうりをスライスして、なんか他の材料と混ぜて、はい。容器の中に入れて、最後振るっていう、はい。もう茹で卵とか手とかで潰しちゃってるし、これは一体美味しいのだろうかと思ったけど、ソース自体美味しそうだね。はい。でも、 ウェストイの人アメリカ人とかヨーロッパとかみんなきゅうりのことはあの知ってるけどそこまではやらやったことないと思います。本当？そう多分アジアはそのなんかチリオイルとかいろんなのを混ぜて味噌とか一緒に食べてるけど。 そこはそこまではもう多分シーザーサラダとかあもうシンプルなサラダだけってこともでもアジアの味とかはなんかチリオイルを入れてセサミオイルとかそれを混ぜたらめちゃくちゃ美味しいとみんなが初めて知った,から知ったんだあそ,うそういうことか何か何がそんなに珍しいんだろうなって思いながら見てたんだけど、うんはい、そういうことなんだ日本人っていろんな ソースソースっていうかに<う>ごま油とか、うん、そうマヨネーズとか、ね、マヨネーズみそとか醤油とかさ、はい、いろんなもので食べるじゃん、はい、それが海外の人からすると珍しいってことなんだね。うんはい、なるほどね,ねそう。フィリピンもきゅうり、ん、は、うん、あのそこまではあのやらないけど、うん、えっとお酢。 うん、とか醤油とか入れたらそれだけで食べてるんですけどあー、えー、やっぱりなんかキブリはアジアでその食べ方やってるから、うん、多分みんな「ん本当に何かバズってる?」って変なバズり方とかも、うん、あのというリアクションもあるけど、うん、多分みんなは。 なんかそんなこと言ったら日本のインスタとかで、はいはい、そういう人のやつを海外の人が見たらびっくりするんだろうね。そうですすよねみんなすごいもんアイディアが、はい、であのアがでメリカは、うん、なんかこれはあのそんなによく,よくない話なんだけど、うん、話っていうかなんか世界でアメリカのステレオタイプは、うん、あのアメリカプイクオルのイメージは、うんうん、あんまり。 なんかシーズニングとか調味料とか得意な、うん、あの国じゃないというイメージです。<ー>そうだから多分あの日本の料理とかも食べたらめちゃめちゃ美味しい、うん、なんか調味料がたくさんあるっていうイメージですよね。そう,よねそうかもね。イギリスもそうだし。そうだね。なんかいろんな味のパターンがあるイメージがないよね。うん、はい。日本ってなんか。 あるもんねそういういろんなレシピがあって<う>きゅうり一つでもそうだし、はい、いろんな味付けでみんな食べようとするしね、うん、これとこれ混ぜたら美味しいんじゃないかみたいな、はい、そうなるほどねなんでこれがバズってるえなんか普通なんだけどなって思いながら見てたのそうで、うんあの YouTube で、うん、その日本のランチうん 学生のランチとアメリカのランチを比べたら全然違うわ、んうん、かるわかるわかるそ,<う>それは私びっくりしたもんアメリカの人が作ってるお弁当はいお菓子とかそうなんかコラッカーチーズそうあともう普通のなんかヘルシーなものじゃないじゃないそ<う>なんかサンドイッチとそう本当にお菓子っぽいものとかでもう 終了みたいな、うん、そうえなんか日本のお母さんすごいと思っちゃってそ,そ,それ見て<う>すごいよねなんかしあなんだっけ味噌しし汁とかもあるし最近はね<う>んかそうあの私の時代はなかったけど、うん、今あったかいまんま持っていけるとかさそうお弁当とかねすごいなんかカラフルで美味、ね、しそうに見えますよね 人のお弁当のや、<う>インスタ毎日見てるもん、私、そう私も。はい、すっごいと思いながら。そう。ええー、そうなんだ、そう,そうなんだ。だから、最近、なんか韓国の料理も、結構カラフルで、うん、なんか味もたくさん調味料とかも。よく使ってるから、うんうん、あの、今。えっと、アメリカとかで、バズってます。えー、みんな真似してます。いや、いいところは真似した方がいいよね。いいはい。 絶対健康的だしさ、うん、はいそうですよね、うん、なんかきゅうりのことも、うん、なぜもっとなんかバズってるっていうか、うん、あのダイエティ者の人はきゅうりは皆さんが知らないと思うんですけど、うん、きゅうりのヘルスベネフィッツとかたくさんあるよって言ったらみんながもっとなんかきゅうりのものを食べられるようになりました。 そうなんか生で食べようと思うとなんか青臭いなっていうか嫌、うんはい、だなって思う人いるかもしれないけどいろんな方法があるからね、うんはい、そ,それでみんながヘルシーになるんだったらいやヘルシーになることはいいことだからねそうですよね、うん、あんまり偏ったものばっかりじゃなくてそうでも SNS は本当にすごいですよね、うん、なんかバズ たらみんな真似して、うん、もうもっと人気になって、そんななんか一つのビデオだけでうん、うん、なんか ripple e f f はなんかサイクルで本当だよね広がってますよね,、うん、よねい,やいいことは広がった方がいいと思う。そう,、うん、う SNS のいいことはそれだと思います。うん、なんかユニティになります。そう、そうでも皆さんもなんかバズってる。 ビデオとか知りたいですよね。うん、おすすめのね、<う>なんかあったらね。そう、日本のバズってるビデオとかもぜひコメントで教えてください。<music> 今週のフィリピンのおすすめはエンサラダンマンガです。ちょっと言えないそれは。エンサラダングえ、エンサラダンマンガ。エンサラダンマンガ。そう、マンゴーのサラダです。<laughs> それだけです。マンゴーサラダね。そうです。うん,うん。 さわやかなドレッシングがかかったグリーンマンゴーサラダですグリーンマンゴーそうフィリピンはもうグリーンマンゴーもみんな好きだからサラダにも入れています、うん、もうこれはバズってほしい <laughs> グリーンマンゴーってどんな味するの<う>甘いの甘くないのえっと酸っぱい酸っぱいのそう酸っぱいからグリーンマンゴーはいつかあのマンゴーになるのそう あのマンゴーになるみんなが知ってるマンゴーになる前のマンゴーは酸っぱいのそう酸っぱいです生で食べると生で食べたらそれもめっちゃくちゃ酸っぱいえんで甘くなるんだろうじゃあ時間不議不思議だよねそうであのグリーンマンゴーはその酸っぱさとあのこのンサラダ漫画は えっと、それこそキュウリもあるし、うん、でトマトとかなんかみんな見た,見た写真、うん、カラフルだってい、ね、そうカラフルで、うん、そうなんかちょっとフィリピンっていうなんか南の島のあったかい国のサラダっていう感じがして、うん、見た目も可愛かったそう,そうめっちゃくちゃ美味しいえー、そ<う>食べてみたいそれそうなんかドレッシングも普通の何でもいいけど、うん、お酢 ビネガー醤油とかそうあとはなんかちょっとシュガーシュガーとか砂糖とか一緒に混ぜたらめちゃくちゃ美味しいおん<ー>もあるしあそうねそう,そうね玉ねぎとかも入っててねそ<う><ー>これは魚と一緒に食べると最高ですあ美味しそう美味しそう,そうでたまにこのエンサラダマンガにバグゴ,バゴンも入れていますバゴンねそうバゴンがあった方が美味しい ですバゴンねそうそうそう,そう <laughs> でも食べれたよね<や>私バゴンね、うん、そう全然なんかおいしいです、ね、磯,の磯の香りはすごいますけど、うん、まあでも合うっていうのはなんとなく分かる、うん、私マンゴーサラダじゃなくてあれだあのパパイヤのサラダあるよねマオパパイヤみたいなサラダね、はい、それはタイだよねそれと勘違いしてた そうグリーーンンマンゴーなんだ、ね、そうでも青パパイヤはフィリピンにもありますし<ー>でもそのサラダじゃなくて普通に料理にああ炒め物とかに使うよねそう青パパイヤはあの食べたことあるから印象があるというか想像ができるけど緑のマンゴーが酸っっぱいとは意外だったねそうですよね、うん、でも食べてほしい皆さんもすごい美味しそう。マンゴーは 私もそのフィリピンのマンゴーは世界一だと思うんですけど、うん、グリーンマンゴーの方が食べてほしい。うん、なんかみんな想像つかないと思うよ。うん、ああ、そうですか。うん、日本にもももしかしたら売ってると思うけど、やっぱそれ有名じゃないから、うんうん、みんな食べてるのはあの完熟したオレンジ色のやつだと思うから、はいはい、そういう意味ではちょっと新感覚かな。うん、でもあの日本でも。 そのマンゴーがありますよね。グリーンマンゴー。だかそのあんまり有名じゃないから、みんな多分買おうと思わないと思うんだよね。まだまだっていう印象が。あります食べるっていう、いん、あの感覚がない。マンゴーはあのレンジのものを。その季節になったら。食べるみたいな。印象だと思う。そっか。いや、でもグリーンマンゴーも。 結構美味しくて、うん、だからあのフィリピンで、うん、あの行ったらこのグリーンマンゴーも食べてほしいけどこのエンサラダマンガも本当に食べてみてほしいです、ねうん、そう皆さんぜひ、えー、このエンサラダマンガもグリーンマンゴーも食べてみてください、うん、今週のエンタメのおすすめは「うん、Secret Obsession 密かな企み」です。 二千十九年の映画です。ネットフリックスの映画,です映画です。あ、ネットフリックスの映画なんだ。そネットフリックスの映画です。そう、なんだそ,うその時はめちゃくちゃ有名です。あ、そう。ええ<う>。へ<ー>多分、一日に。forty million は四百万、うん。みんな水投げてた。そう。そうなんだ。そう。ブレンダソングという主人公はもともと大好きな。 アクシスなので、うん、この映画を選びました。うん、でも、これはもう、ま、前も、そのリリースした後にすぐ見ました。あ、そうなんだ。そ<う>へえ<ー>。ベンダが演じたジェニファーは、うん、事件のトラウマから記憶喪失になってしまいました。うん、旦那さんは、ずっとケアしてくれてるけど、うん、気がついたら。とても危険な人物だったというサスペンスで、three の、うん、ーー映画です。 そうでもこの映画あれだよねあの映画っていうよりあれ,にあれっぽかったなんかあのメンタリストとかあ、はい、クリミナルマインドの中の一つの,一つのエピソードみたいな感じで私は見たから <laughs>、はい、そうですよね。うん、そうなんかそのシンプルではない,ではないけど、うん、私たちはそのメンタリストが、うん、そういう経営が好きだから。うん あんんまりなんかうわーにならなかかわにらったす,、ね、そうすんごい淡々と<あ> <laughs> すごい、えー、しかもこの映画そんな長くないじゃん長くない1時間半ぐらいで終わるから、はい、なんかこうサクッと見れるっていうか、うん、はいでもあの先週よりいい良かったですねそうだね良 <laughs> かったですよね <laughs> 先週は何見たんだっけ えっとファフライフライトプランあそうそうそうフライトプランですフライトプランよりはあの楽しい感じで、うん、なんか映画っぽくないなって思いながら見たのは確かだけどはい結構ライトに見られたっていうか、うん、あのちゃんと男の人が気持ち悪かったしはい格好良かったですね警察そのデイビッドパーマーうんデイビッドパーマーはかっこよかった <laughs> そう。 でもともとこれあのブックからです本からのストーリーです。あ、そうなんだ。そう。<ー>人気があって。うん、でブレンダー・ーソングは、うん、あのディズニーの、うん、あのアーティストです。あ、そうなんだ。もともとディズニーのああとアーティスで。うん、いつものキャラクターは、うん、なんかめちゃくちゃ明るくて。うん。なんかあのなんだっけ。 そのわーっていうなんかラウドな、うんえっと、激しいかわいい女の子というキャラクターが多かったけど、えー、初めてこういうなんかシリ,なシリアスな感じで、えー、そうドリームドリームキャラクターでしたって言っててでも良かったけど、うん、でもやっぱりあさみさんの言った通りに、うん、そんななんか。 あのビッグではないですね。そうそうそう,そう,そ,うそう。でもやっぱりそれは、これはもうネットフリックスの映画だから。だからこそ、こんな感じ、うん、そんな感じになりますね。なんか、あんまりそういうなんか、サスペンス的なものが。好きじゃない人。うん、はい。もう見やすい。映画だったかなっていう。はい、そう。 でもあのちゃんとあのストーリーもいい流れであとなんかトゥイストとかもなんかなんだっけ、うん、なんかびっくりすることとかもエピソードとかもシーンとかもあるからうん、うん、もう意外といい映画ですよねはいはい見やすいし、うん、でもあの1オ v e テンスコアで1から10までうんう,ーんど,うどうだろうななんか

見た映画をアプリがあってそれにあのなての入れますよね入れるのねそう、はい、そしたらすごい低くて点数が、うん、なんかそんなあと見てる人が圧倒的に少なかったかな、うん、日本だからかもしれないけどねそうですね、うん、だからあんまりみんな知らない映画なんだなと思ってそういう意味ではいいもの見れたなっていう感じ、うん ぜひ、ねはい、見てもらいたいねぜひ皆さんこの Secret Obsession 密かな企みという映画は Netflix でありますのでぜひ、うん、見てみてください、うん、そろそろお別れのお時間です、えー、皆さん I Will Always Love You が21日に配信されましたとても有名な曲なので、えー、皆さんも 一度聞いたことがあると思いますが、ぜひ私のバージョンも聞いてみてください。次回は9月4日に、えー、Just the Two of Us が配信リリースされます。こちらもぜひ楽しみにしていてください。TikTok では、えー、カバー曲やオリジナルソングをポストしています。フォローとかいいねとかコメントなどしてください。そして TikTok ライブも定期的にやっています。 そして最後に12月28日に ZEP d i v e r テ i t y でワンマンライブがありますいろんなチケットの種類がありますのでぜひ私の SNS をチェックしてくださいそれではまた来週 See you guys next week! Bye!